モナムベナミューニスパラティモネンバシアは、ギリシャ共和国、ラコニア県にある自治体、島、およびその島にある町の名前である。島は、ペロポネソス半島の東沖の小島であり、その島全体が町である。島1キロメートル300メートルほどの大きさで、大部分は海抜100メートルほどの高地である。中世には強固な要塞であった。島内には、 当時のビサンチン建築の教会が数多く残されている。本土と200メートルほどの短い土手道でつながっており、選挙区はもらいである。モネンバシアという名前はギリシャ語のモネとイムベナから来ている。この町はイタリア語ではマルバシアと呼ばれ、ワイン原料のブドウの一種であるマルムジーのもととなっている。町は東のジブラルタル、ザロックなどとも呼ばれる。島は 西暦375年の地震までは、本土と陸続きであった。島の大部分は高地であり、市街地は、島の南東、パレアモネンバシア湾を望む斜面に集中している。徒歩あるいはロバで往来するような、狭い通りが多い。島の北西部に10世帯ほどの小さな集落がある。モネンバシア自治体は2011年に、以下の5つの自治体を統合して成立した。 古代には島に定住者はいなかったが、ミノア文明における交易の拠点であったと推定されている。紀元2世紀の地理学者パウサニアスによると、島はアクラミノアと呼ばれていた。1680年に描かれたモネンワシアの地図、市街地の通り、西暦583年に市街地と要塞が築かれ、 スラブ人やアバール人のギリシャへの信仰から逃れてきた人々が定住した。この頃の信仰やペロポネソス半島の占領について、モネンバシや年代記に記されている。市街地の中央広場西暦10世紀頃から、交易と開示の重要拠点として、町が発展した。要塞の内部には30人を養える規模の畑があり、1147年には、 アラブ人とノルマン人の信仰に耐えた。1248年には、ギオーム2世、ドビル・アルドゥアンが3年の攻略の末にお町を占領したが、1259年にペラゴニアの戦いの結果捉えられ、1262年に、その解放と引き換えに、モネンバシアは、東ローマ帝国のミカエル8世、パレオロゴスに変換された。島は年までは、 東ローマ帝国に属していて、帝国内に議席を持っていた。また対フランスの軍の拠点であり、マルム・ジーワインについては、必ずしも常に主要産地だったわけではなかったが、主要な発想拠点であった。同時に、レバント海域の海賊の拠点でもあった。皇帝は島に特権を与えていたが、それがために1292年にロジャー・デジュリアによる市街地の占領を招き、 1302年には投身するカタルーニャ傭兵団に門戸を開いた。その後東ローマ帝国はモネンバシアを含むペロポネソス半島にモレアス先制講領を設置したが、1397年に領主テオドロス一世、パレオロゴスがオスマン帝国のバヤジト一世からの圧力で退位した。1419年には、 ベネツィア共和国の支配下になったが間もなく、先制綱領に戻った。1401年頃には、歴史家のゲオルギウス・スプランテイスが島に生まれている。1453年のコンスタンティノープルの陥落の後、1458年と1460年のメフメト2世による構成で、ペロポネソス半島のほぼ全域がオスマン帝国の支配下になったが、 モネンバシアだけはそれをしのいだ。ソマスパレオロコースが、モレアス先制校の請求者となったが軍勢はなく、ローマ教皇に先制校領を売る形で援軍を求めたが、1464年に教皇から援護はできない胸の使いがあり、ベネツヤの支配を受けることになった。これにより平和と繁栄を得たが、1502から1503年に農地が失われ、 食料やマルムジーワインの供給ができなくなった。食料は海、またはオスマン帝国支配下の本土から運ばれることになり、ワイン生産は下火となった。ベネツィアによる支配は条約により1540年で終了した。モネンバシアとナフプリオがギリシャにおけるベネツィア支配の最後の地となり、住民は移住させられた。その後はオスマン帝国の支配下となり、 1690年には一時的にモレア王国としてベネツィアに復帰したが、その後は1715年から1821年まで再びオスマン帝国の支配下となった。モネンバシアはオスマン帝国ではマネクスと呼ばれモレア州の州都が置かれた。第一次路ト戦争中の1770年に起きたオルロフの反乱まではモネンバシアは重要な商業都市として栄えたが、 その後は衰退した。ギリシャ独立戦争の際の1821年にザネターキス・グリガラキス率いる施設軍によってオスマン支配から解放された。1971年に本土と島を結ぶ橋が島の西部に完成し、ギリシャ国道86号線が島に開通した。その後市街地は観光地として人気を呼び、 中世の遺跡が修復されその多くが宿泊施設として提供されている。7月23日は独立記念日として祝われる。そこではグリガラキスと彼の軍についての演説などが行われ、毎年祝祭用に作られた船に観客が乗り込み花火などを観覧する。ありがとうございます。